怪我から復帰して公式戦出場ということで、まず感想を。きつかったです。疲れました。疲れたけど勝ったんで良かったです。チームが、まあ、ちょっと失点が多くなった中で、はい、ね、自分が入って、はい、まあ、どういうディフェンスを立て直していこうかと。まあ、絶対点はやりたくないっていう強い気持ちを持ってたんで、まあ、そのどうこうじゃないけど、そういうなんか最後の局面で体張るとかいうのがあんまり多分最近できてなかったんで、そこでちょっと僕が出たらそういう風にやろうとかっていうのがあったんで、ゼロで抑えられてよかったですね。今日自分自身の、まあ、プレーの出来というかパフォーマンス、自分自身のプレーの出来パフォーマンスという部分ではどうですかね。分かんないです自分じゃ。何点でした？よかったよ。何点？80点。まあ、ようやくその結果から復帰ということで、まあ、サポーターの皆さんも結構、気にされてたと思うんですけど。そうですね、まあ、残り短くなりましたけど全部勝つつもりで、あと4試合かなやっていきたいですね。